ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、あの映画シンドラーのリストの登場人物としても有名な、ナチス強制収容所所長アーモンゲートのお話だ。名作として有名な映画よね。ああ。だが実はゲートは、映画だけでなく史実でも多くの人の記憶に残る人物だったんだ。へえ、どうしてなの？彼がナチスの収容所所長としてトップクラスに残虐な人物だったからなんだぜ。地獄みたいな強制収容所がいくつもある中のトップクラスって想像もつかないわ。あまりにもたくさんの収容者を、その日の気分次第で命を奪ったアーモンゲートのしくじり。そして彼が裁判でどのように罰を受けたのかを最後まで見ていってくれ。それでは行くぜ。1993年に公開された映画シンドラーのリストでは、ナチスの党員で実業家、オスカー・シンドラーの人生の一部が描かれているんだ。シンドラーは、第二次世界大戦中2000人以上のポーランド系ユダヤ人を保護した人物なんだが、対照的な存在の悪役として描かれているのが今回の主役アーモンゲートだぜ。どんな人だったのかしら？アーモンゲートは親衛隊の将校で、1943年にクラクフの南にあるプワシフ強制収容所を監督するために派遣され、ユダヤ人月頭の解体も行った人物なんだが、数多くの収容者を虐待したことで、戦後に極刑判決を受けたんだぜ。典型的な悪人ね。ちなみに有名なアウシュビッツ強制収容所の所長だったルドルフ・ヘスについての動画もあるから、興味がある人は概要欄からチェックしてくれ。わかったわ。アーモン・レオポルド・ゲートが生まれたのは、1908年12月11日、オーストリア・ハンガリー帝国のシュトウィーン。父親のフランツは軍事専門書を扱う出版社、アーモン・フランツ・ゲート社のオーナーだったぜ。いかつい出版社ね。一家はカトリックを信仰する家庭で、経済的には上層中産階級、つまりなかなかに裕福な家庭で生まれたことになる。ゲートは学生時代からナチズムに傾倒し、1925年に国家社会主義ドイツ労働者党、つまりナチスのオーストリア支部の青年組織に参加したんだ。オーストリア・ハンガリー帝国だから、ドイツじゃなくて別の国の支部だったのね。そういうことだな。オーストリアナチスは組織があまり統一されてなかったらしく、1927年には反ユダヤ主義が強い、シュタイアーマルク共同防衛という団体の、ウィーン支部に入団したぜ。だんだん思想が過激化してきてるわよ。1931年5月にはナチスに正式な党員として入党したが、ドイツでナチスが政権を取った1933年になると、逆にオーストリアでは警戒が強まって、ナチスは非合法政党にされてしまったんだ。その結果、より先鋭化したオーストリア親衛隊部隊は、テロ活動を本格的に行うようになっていく。完全にアンダーグラウンドに潜っちゃったわけね。1934年7月にナチス党員によって、オーストリア首相エンゲルベルト・ドルフースの暗殺事件が起こり、オーストリアで6000人のナチス党員が逮捕される事態となる。ゲートもこの際に逮捕されたが、脱走に成功してドイツのミュンヘンへ逃れているぜ。悪運が強そうだもんね。さて、そんなゲートは1941年に親衛隊少尉に昇進して、1942年8月から、オビロブロボクニク親衛隊少将の下につき、ルブリンゲットをはじめ、各地のゲットを解体作戦に従事したんだ。ゲットを解体って何をするの？具体的には住民を働ける者とそうでない者に選別して、それに応じて処分もしくは強制収容所への移送を行う作業のことなんだぜ。恐ろしすぎるわよ。この作戦でゲートは大活躍したらしく、その残虐さから、ルブリンの血に飢えた犬という二つ名で呼ばれたらしい。ナチスのつける二つ名ってなんか中二病なのよねー。1943年3月のこと、ゲートはポーランド南部の都市、クラクフにあるゲットーの最終的な避難と殲滅計画を監督する。これも選別作業なのかしら？その通りだな。まだ働くことができる人々は、当時新しく建設されたばかりのプワシュフ収容所に移送され、その他の人々は通りや自宅で命を奪われたぜ。トレブリンカ強制収容所や、アウシュビッツ強制収容所に移送された収容者も多かったらしい。ひどすぎる話だわ。作戦終了後にゲートは親衛隊ドクロ部隊に配属され、プワシフ強制収容所司令官に任命されたんだ。なんなのそのドクロ部隊とかいう怖すぎる部隊は。ドクロ部隊は強制収容所の管理を担当する組織だな。それでゲートが務めることになったプワシフ強制収容所っていうのが、彼が悪用三昧した施設ってことね。映画の舞台となったのはこのプワシフだったが、他の場所でも邪気暴落の限りを尽くしていて、例えば2万5000人のユダヤ人を収容していたタルヌフ月頭の解体を担当した時は、数十人もの女性と子供が犠牲になったと言われているんだぜ。多方面で悪用をかましていたわけね。次はいよいよ完全なるゲートの支配下にあった、プワシフ収容所について紹介するぜ。わかったわ。月頭解体などの功績でゲートは、
1943年2月11日に、プワシフ強制労働収容所の所長に任命される。親衛隊少尉クラスとしては異例の所長就任だったが、これは東部戦線の戦況悪化で人員が不足していたのがその原因のようだな。人手不足のせいでこんな悪魔が所長になる羽目になっちゃったのね。しかも最悪なことに、プワシフ収容所は強制収容所と違って統一的な規則がなく、所長であるゲートが絶対的権限を持っていたんだ。就任時の演説の中で、ゲートはこんなことを言ったと言われているぜ。俺はお前たちの神だ。ルブリンでは6万人のユダヤ人を片付けた。次はお前たちの番だ。小物感がプンプンするわ。今さら言うまでもないが、このプワシフ収容所は、特にゲートが多くの人の命を奪った場所として有名なんだ。しかも、何の理由もなく気まぐれにな。最悪すぎる。ゲートの身長は193センチで、当時のドイツ人としてはかなりの長身。初期をしていた収容者ミーテク・ペンパーによれば、陽気な性格でよくゲラゲラ笑っていたそうだが、ユーモアのセンスは全くと言っていいほどなかったとのことだ。一番関わりたくないタイプね。彼が恣意的に収容者を虐待していたという証言はたくさんあって、例えば初期のペンパーが口述筆記している時のことだ。突然ゲートが立ち上がり銃を取ったかと思うと、窓を開いて乱射し始めたというんだぜ。外から悲鳴が上がる中で、ゲートは何事もなかったかのように席に戻り、ペンパーに、どこまでだったかな?と尋ねてきたそうだ。ちなみに、映画では収容所内にある住居のバルコニーから狙撃していたが、実際には収容所の敷地自体がこの住居より高い位置にあるため、狙撃は地形的に不可能だったようだぜ。じゃあ嘘のエピソードってこと?いや、狙撃は別の場所から行っていたから、嘘ってわけじゃないぞ。やっぱやってるじゃない。また、戦後にイスラエル最高裁判事に出世した収容者モシェ・ベイスキは、2003年のドイツテレビ局のインタビューの中でこんなことを語っている。自分の邸宅から司令室までの坂を降りていく途中に、ゲートが何の理由もなく一人か二人を射殺することが幾度となくありました。そんなこと許されていいの?ちなみに複数の収容者の証言によれば、ゲートはその日の気分でアクセサリーを変えたらしく、殺人を犯す恐れが高い日が外見からわかったらしい。白い手袋とマフラー、つば付きの軍帽かチロリアンハットをかぶっている時は、可能性が高いといった感じにな。収容者たちがビクビクしてたのが伝わってくるわ。さらに、ゲートの家政婦をしていた元収容者ヘレーナ・ヒルシュは、裁判でこう証言している。俺が命令したらそれは神聖なものだと思え、と彼は一度ならず言いました。全能感によっていて人を怖がらせて喜んでいました。危険になりそうな収容者はあっさりと片付けました。俗物って言葉がこれほど似合うやつもいないわよ。オスカー・シンドラーの妻エミリエ・シンドラーの証言はこうだ。彼は二重人格者で、一方ではウィーン人らしく紳士として振る舞い、他方では自分の支配下に置かれたユダヤ人に対して、休みなくいじめ抜いたものでした。血も涙もなく冷淡に人を殺すことができ、同時にクラシックのレコードから聞こえてくる雑音はいかに小さくても聞き分けることができました。何か大事な部分が壊れていたんでしょうね。また、スープが熱いという理由で料理人を売ったり、飼っていた大型犬が自分より調教師を好んだため、その調教師を処刑させたとも言われているぞ。ゲートは作業チームの一員が逃亡したり、何らかの違反行為を犯した場合、チーム全員を処罰すべきだと考えていて、作業員の一人が逃亡したために、残りのメンバー全員を処分するようゲートが命じたという証言もある。イカれすぎてて言葉も出ないわ。ゲートの命令一つで収容者に襲いかかる犬を2頭連れ回していて、収容者を襲わせることも多かったようだ。彼に直接命を奪われた収容者は500人以上に上るが、犠牲者はすべて記録カードに収められていたんだ。記録カードってどうして?親類を残さず始末するためで、収容所に不満分子が残ることを恐れていたんだぜ。変なところで几帳面なのがサイコパスなのよねー。映画シンドラーのリストでも描かれている通り、ゲートはシンドラーとは仲が良く、シンドラーはゲートを愛称のモニーで呼び、様々なプレゼントや女を彼に送っていたそうだ。というのも、シンドラーは低賃金ユダヤ人労働者を確保するために、ゲートの行為を常に必要としていたからだぜ。ゲートの機嫌を損ねるわけにはいかなかったのね。そういうことだな。家政婦のヘレナの証言によれば、他の工場主たちはゲートのどんちゃん騒ぎには付き合わなかったが、シンドラーだけがいつも付き合っていて、そのためゲートはシンドラーを一番の親友と思っていたという話だ。ヘレナによれば、アーモンゲートもオスカーシンドラーも、どちらも権力を持っていましたが一方はそれを殺人に、もう一方は人の命を助けるために使いましたということだぜ。対照的な二人だったのね。さて、ゲートにはルートという妻がいたが、彼女もゲートと共に、プワシフで贅沢三昧の生活を送っていたことが知られているんだ。ルートは後にプワシフ時代を回想してこう述べているんだぜ。美しい時代でした。
夫は王で私は王妃でした。誰だって気に入らないわけがないでしょう。すべてが終わってしまったことだけが残念です。おっと、こっちもヤバいやつかも。とはいえ、しばしば彼女がゲートに働きかけて、収容者を拷問から救ったことも多くの証言があるんだよ。いいこともしてるみたいだけど、なんかモヤモヤしちゃうわね。さて、ゲートに与えられたこの自由すぎる裁量権だが、1944年初頭に終わることになるんだ。何かあったのね。ああ、プワシフ収容所が、労働収容所から親衛隊の経済行政部門の直接の管轄下になったんだ。この親衛隊経済管理本部は、看守が収容者の命を恣意的に奪うのに目を光らせていて、処刑や拷問には本部の許可を得ることを義務付けていたんだよ。どう考えてもゲートはアウトでしょこんなん。しかも彼は、国庫に納められるべきユダヤ人から没収した財産を横領して、その金で豪勢に暮らしていたからな。屋敷でパーティー三昧の生活で、毎週新しい靴を作らせたり、自家用馬や自家用車を数台持っていたほどだったんだ。これ以上ないくらいアウトよ。まるまると太って重い糖尿病を患っていたゲートは、前線に送られることを嫌がり、なんとかこの生活を続けようと収容所の存続に必死だったらしい。また、大っぴらに闇取引を行っていて、収容者に供給される予定だった配給品を闇市場で売っていたりもしたぜ。これで天罰がくだらないのはおかしいってレベルね。もちろん罰はあったぞ。というのもゲートは部下の親衛隊員に対しても冷酷で、些細な罪状で規律委員会や警察に引き渡したため、部下たちは我慢の限界だったんだ。彼らは親衛隊捜査判事だったコンラート・モルゲンに、こんな訴状を送ったぜ。我が軍の兵士が東部戦線で死んでいるのに、ゲートはパシャのように暮らしている。パシャって？イスラム圏の高官とか高級軍人の称号で、そのくらいゲートが贅沢してたって意味なんだぜ。そんなわけで、1944年9月13日に、ゲートは解任されただけでなく逮捕され、本来ドイツ国家のものであるユダヤ人の財産を盗んだ罪で親衛隊に告発され、収容者に適切な食事を与えなかったこと、収容者の扱いと、処罰に関する収容所の規則に違反したことなどで裁かれることになったんだよ。これっぽっちも同情の気持ちが湧かないわ。ところが戦争の進展とドイツの差し迫った敗北のため、ゲートへの容疑は取り下げられたぜ。しかし悪運が強いわね。医師から精神疾患を患っていると診断されたため、ゲートはバイセンブルクにある精神病院に収容され、1945年5月に米軍に逮捕されることになる。腐っても収容所の元お偉いさんだしね。当初は親衛隊将校であることを否定したゲートだが、後にプワシフ強制収容所の元収容者によってバレてしまったぜ。完全に天罰なのよねー。さらに、ポーランド政府からの要求によってアメリカから引き渡されたゲートは、1946年にクラクフの最高国民法廷で、戦争犯罪のために裁判にかけられる。罪状としては、プワシフとシェブニエの収容所及びクラクフとタルヌフの月頭で、1万人以上の命を奪った罪だったぜ。途方もない数だわ。裁判中でもゲートの性格の悪さは抑えがきかなかったようで、検察側証人として法廷に呼ばれたユダヤ人の名前が読み上げられると、ゲートはこう叫んだという話だ。何？そんなにたくさんのユダヤ人がまだいるのか？豚どもは一匹も残っていないはずだったのにな。性根が腐ってるというしかないわ。しかも自分はただの軍人に過ぎず上官の命令に従っただけと主張して、他の親衛隊員の責任であって自分には一切の責任はないと豪語したんだ。証人がゲートの罪を証言するときには顔を背けたり、証言が誤りだと異論を挟んだぜ。もう諦めた方がいいわよ。しかし結局は多数の人々を拷問して命を奪ったとして極刑を宣告され、1946年9月13日に、クラクフのモンテルピッチ刑務所で公死刑に処されたんだ。この刑務所は、プワシフ収容所の位置からそれほど遠くない場所に位置していたぜ。かつて自分が収容者を虐待した場所の近くで命を落とすなんて皮肉な話だわ。処刑方法は公死刑だったが、ゲートが長身だったせいで二度もロープが切れて失敗。三度目の執行でようやく絶命したという話なんだぜ。想像したくなさすぎるわ。そして、これはほとんど噂話レベルだが、ゲートが命を落とす前の最後の言葉は、ハイルヒトラーだったと言われている。最後までヒトラーに忠実だったのね。妻ルートは戦後も亡き夫を擁護し続け、後年のインタビューでは次のように述べているんだ。彼は残酷な殺人者などではなく、他の人と違いはありません。他の親衛隊員と同じでした。アーモンが何人かを殺害したことは否定しませんが、多くではありません。収容所は遊園地ではないのです。そして病気の苦しみから逃れるため、また子供に負担をかけたくないという配慮から、1983年にルートは睡眠薬によって命を絶ってしまったぜ。後味悪い結末。
また、次女モニカは1971年にドイツ人と結婚し、1976年に娘イバッテが生まれるが、成長した彼女はヘロイン中毒者になってしまうんだ。ゲートの父のフランツは、戦後に財産がユダヤ人の共産党管理官に奪われたため、ゲートの先妻の兄に慰謝料の支払いができず、訴訟沙汰になって経済的苦境に陥ってしまったぜ。家族みんながしっかり不幸になっちゃってるわ。さすがに自業自得としか言えないし、用語の言葉が思いつかない奴だったわね。ちなみに意外と知らない人が多い、アウシュビッツ収容所職員についての動画もあるから、気になる人は概要欄からチェックしてみてくれよな。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価、スーパーサンクスでの応援をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。メンバーシップ始めました。月額190円からで限定動画を見れるぜ。詳しくは説明欄を見てね。